お世話になっております。藤枝です。このフォースチャンネルではですね、まあ僕が思っていることを率直にですね、えー、主にチャンネル登録者の方に分かっていただければいいなという思いで、えー、あまり細かい説明もせずにですね、お話しできればと思っているんですけれども、まあ、こちらの表何かっていうと、こちらの紙何かっていうと、えー、あれですね、皆さん、最初どう思ってましたっていう、まあ第一印象のお話、 から入りたいと思うんですけど、まあ、ね、ものすごくいいものだという第一印象の方もいれば、まあこういった方もね、いらっしゃるかもしれませんね。もうすごく悪いものじゃないかっていう第一印象を持たれていた方。皆さんはどの辺にね、まあ、プラス10とマイナス10ということでね、まあ 20, 20段階あるとすると、皆さんはどの辺に第一印象ありましたでしょうか で、僕はですね、ええー、これ感覚的な話ですからね。僕ね、この辺なんですよ、多分。プラス1とかプラス2ですね。うん。あの、だから、プラス寄りです、僕、最初は。悪いもんだとはね、思っていませんでしたよ。うん。なんでかっていうと、なんで、まあ、ロに近いかっていうと、そもそも、対抗する相手が、ほぼゼロだと僕は思ってたので、 これ僕の認識ですからね。はい。うん。恐れるものがね、別にないのに。うん。だから僕は、ね、ほとんど意味がないだろうぐらいなんですよ。あれに対して、スタート地点は。うん。でも別に悪いとは思ってなかったですね。うん。だから、ね、まあ高齢者にとってとかね。うん。まあプラスの方もいらっしゃるでしょうよと。でも若い方にはね。うん。そもそもね、その対抗すべき相手が怖くないんだから。 意味ないでしょうって感じで。はい。なんで、まあトータルでね。まあプラス1、プラス2ぐらいの。第一印象でした。うん。皆さんはどこに位置されますでしょうか。で、僕がじゃあ今どうかというと、あの、こっちにですね、藤井は行ってるんだろうなと。まあ、かなりこっちに行ってるのかなと思うんですけど、いや、まだ僕ね、この名残あるんですよ。うん。 名残っすよはい。だから今の位置って僕難しいんですけど、まあ、こっちには入ってきてるとは思いますが、ここの名残があって、それをすごく感じるのが、あの、YouTube のコメントでですね、もう完全にこっちだという風にね、感じられた方のコメント、もうね、多々いただくんですけれど、うん。まあ、あの、わかるんですけど、やっぱりこのね、ハートマークとか、あの、チャンネル主は付けられるんですけど、このハートマークはね、付けづらいんですよね。 これは、理屈じゃなくて、心理的なものですね。うん。僕が最初こういう印象あったから、うん。まだここだっていう意見に対してね、うん。そうだって、言えないんですよ。で、別にここ間違ってると思ってませんよ。うん。いや、理屈ではもう、こういう状況はこっちになってるのに、うん。これだけ状況証拠は揃っているのにね、僕はまだ、ここの名残があるという話です。 でまあ、これ僕の個人の話じゃなくてね、もっと大きく考えたいんですけど、多くの方はね、皆さんね、ここスタートしちゃってるんですよね、もうね。うん。もう、最高のね、ものだと。これさえあればね、元の生活に戻れるという、すごい期待の中で始まってるわけですよ、多くの方はね。スタート地点、第一印象はここなわけですよ。うん。で、僕はここにいてもね、こっちに、 行くのに抵抗がある。なおさらですね、ここにいらっしゃる方がね、今も,もここにいらっしゃる方はたくさんいるわけですから、うん。やっぱり、ここの話ってね、もう全く通じないわけだし、うん。来てももらえないわけですよね。うん。ここにいる僕でも、こっちには、行くのに抵抗があるわけですから。というわけでね、非常に、皆さんね、こちらの、 方にお話しするのに伝わらないっていうふうにね。まあ僕もそうですけど、日々悩んでらっしゃるんですけど、無理っすよね、多分ね。こっちにっていうのはね。うん。だから段階を追うということがね、大切なのかなって思いますね。もうこっからこっちって無理だと思うので、うん。ま、まずはこの辺を目指されたらどうでしょうかね。うん。なんかお,おかしくないかなっていうところを、 思ってもらう。だから僕はね、いつもね、おかしくないですかっていうのをね、口癖のように言うんですけどね。ま、まず、ダメだっていうことよりね、うん。こっちじゃないんじゃないのって、意味ないんじゃないのぐらいの、はい、感じですよね。うん、だって2回、接種して、そうしたら今までの元通り、できるって話だったじゃないですか。それがなんで3回目、で、5月から4回目って話になってるんですか。おかしくないですかって これぐらいだったら通じますかね。うん。だからその、こう亡くなってる方がとかね、好遺症があって話になっちゃうと、やっぱり受け付けないと思うんですよ。ね。おかしくないですかって2回、接種して、世の中変わらなかった。ね。3回目。変わってないですよね。もう45%ぐらい打ってるのに。うん。そしてこの流れでまた4回目に行こうとしてる。おかしくないですかって。 危ないっていうよりね、効果ないんじゃないですかっていうところが伝えるべきかなと思うんですよね。まあ、というわけで今回はですね、まあ、人ってもう自分のこう第一印象からね、なかなかそのいわば呪縛からね、逃れられないんじゃないかということと、まあ、だからこそね、まあ、説明は丁寧にというかね、もう急激に変えようとするんじゃなくてね、まあ、徐々に徐々にその第一印象をね、えー、払拭するようにしなければいけない。 し、まあ僕らもですね、最初の第一印象にね、らわれずにね、素直に、うん、目の前に起こっていることをね、やね、データを見て、えー、最初の思い込みからね、えー、逃れてね、うん、しっかりと現実を見ないといけないな、という感じでしょうか。これからもですね、皆さんが考えるきっかけとなる動画を提供できればと思います。今回は以上です。藤井でした。ごきげんよう。体に気をつけて、また会いましょう。